この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りします。ライバル、それは強敵と書いて友と読む。高校生同士の決死の格闘番組、新たな伝説が今幕を開ける。かわいいナナコは誰にも渡さん。鋼のセスコン番長、鳴亀優。当然です。さびれた田舎を踏み台に大英雄に俺はなる。キャプテンズサンチマン、花村陽介。退屈なものは全部ぶっ壊す。女を捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン、里中千恵。肉を食べなさい。肉を。私をリングに連れてって。難攻不落の黒雪姫、天樹由紀子。一撃で仕留める。バラと肉体の狂い咲き、戦慄のガチブチ皇帝、立根幹事。もっと奥まで突入。見た目は子供、頭脳は化け物。 IQ2000 の KY 探偵、白金直人。バカ軍団ですか。戦え。たった一つの生き残りの座をかけて激闘 P1 グランプリ、今宵開戦。ペルソナ4ジ・アルティメットイン真夜中アリーナ。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。やるぞ。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。かわいいナナコは誰にも渡さん。鋼のセスコン番長、鳴亀優は。どういうことだ。レディーエンジェントルメン、さあ始まりました。大注目の格闘番組、実況は私、みんなのリセチーだよ。ここでは日頃溜まってる鬱憤とか、そういうのガンガンぶつけ合っちゃって、白黒はっきりつけちゃいましょう。リセ、格闘番組。これより P1 グランプリ開幕だ。男の中の男たち、出てこい。クマ、クマもいるのか。ムフフ、クマは届くなよ。リセと戦えるなんてドキドキです。俺とクマが戦う。さあ勝負だ。勝っても負けても恨みっこまなしなのよ。よせクマ、やるしかないのか。ラウンド1ファイト。経歴すべてハードホー、キャンチンジュースキャンチンジュース。ゼロハチラキャッチャーバッテ。このままでは終われない。落ち着け。まさに瞬殺。怒涛の攻めが決まりました。ラウンド2ファイト。盛り上がってきたわね。上空はゴムとゴム。Okay.
お前が挑んでくるからだろ。それにあの偽物は何クマね。本物のクマはもっと苦しいよ。偽物のクマ、やっぱり先生が勝ったクマね。さすが本命中の本命クマ。お前は誰だ。知りたいクマか。それを確かめたくば次のリングに進むクマよ。ちなみに勝者しか進めないのでよろしくま。先生、何かおかしいクマ。この世界で何か起こってるクマよ。ああ、俺はあの偽物を探す。クマはここで待っててくれ。前評判通りの結果となりました。次のリングと言ってた。まさかこの先で仲間と。続きまして2回戦、女を捨てた肉食系男勝りの足技系ドラゴン、里中知恵。両者睨み合っております。通じない。ラウンド1、バッキリクランクが今目を脱ぐ。今目をやるってくれ先輩よ。チェッカー、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 正気を失っている。倒せば元に戻るみたいだ。ネクスト3回戦、私をリングに連れてきて難攻不落の黒雪姫、アナギユキコ。両者睨み合っております。お次は3回戦だ。盛り上がっていこう。勝ってアピール、あまりや予感。そんなアピールはダメだ。ラウンド1、ファイト。伝統のセーブさばきが炸裂したのか。ネクト先輩が分解しやがった。やめて、やめて。守りきれるのか。待って、このままでは終われない。しか
してしまったか、ラウンドを落としてしまいました。ラウンド2ファイト。盛り上がってきたわね。さて、ペルソナ、容赦譲りません。まさに破壊くん、このまま勝利に持ち込めるか。これは決定。じゃあ、待って、邪魔では終わらない。すごい試合でした。あの偽クマはどこに、何が目的なんだ。いよいよ4回戦、正体不明、まがまがしい気配に包まれています。一体どんなドラマが生まれるのか。来ました、4回戦ですね。今のは偽クマ。よくここまで勝ち進んだ。ふざけるな偽クマ、お前は何者だ。俺が誰かを知る必要はないさ。お前たちはただ踊らされてればいい。俺ね、シャドウだと。ラウンド1ファイト。あ、ラウンド1ファイト。これは一方的な展開になってしまった。あ、一回戦の一撃が決まるぞ。ペルソナは共存できないはず。つまりお前は俺のシャドウじゃない、何者だ。ちなぜ揺るがない。気を改めるとするか。待て、先輩、聞こえる？この声はリセ。実況とは違う、本物のリセなのか。落ち着け、今どこにいる。リセ、放送室か。前評判通りの結果となりました。リセが捕まっているのか。放送室、待てろ、今行く。それにしても敵の目的は一体。
肉体のクレイジー戦慄のガチムチ皇帝八人幹事。一体どんなドラマが生まれるのか。第5回戦、会場は熱気で包まれています。先輩、一旦白黒つけましょうや。幹事、ここにいたのか。ラウンド1、ファイト。伝説の山田天才、ここからたどってまじ、ここにあり。いよいよ始まります。6回戦、互いの野心が渦巻き高まき牙を剥く。俺たち以外に人がいる。なんだこの感覚は。あなたは私の大切な人に似ています。できれば戦いは避けたいです。悪意は感じられないが、俺は勝ち進まなきゃならない。大事な仲間のために。残念です、私にも譲れない理由があります。それにしても先ほどから感じるこの感覚は、もしかして同じ力なのか。仕方ありません、勝負であります。ラウンド1、敵を消滅することが存在する。アイギスが登場であります。隙だらけであります。強者チャンスのままにしたい。隙だらけであります。本質スパイア、隙だらけはゴムとゴム。ダメだ、ダメ。消化が、そろそろ部屋の流れが傾いてきたようです。隙だらけであります。超えたいダメージ登場だぞ。当たってください。 100% ってことね。やめました。一瞬強いアクション。ショータッチ、元覚醒まで体力が減らされた。ファイヤー、ごめん、やる。落ち着け。ここまで勝負あり。ラウンド2、このラウンドはどんな展開になるのでしょうか。すさまじい攻撃だ。耐えきれるのか。試合が上がってるぞ。伸びていけ。少し余裕が出てきたようにも見えますが、外さない。勝負はこの根性体だ。両者チャンスをものにしたい。まだあるぞ。下手くだ。
強い。乾杯です。君は一体？私はサイシャドウ特別制圧兵装七式アイギス。あなたの名前は映像で見て知っています。しかしロボットとは。君はなぜここに？移送中に失われた私の姉妹機を探すため大型テレビより侵入しました。姉妹機？君のようなロボットなのか？そうです。私たちの目的は姉の五色ラビリスの回収、もしくは破壊。そうか。つまりそのラビリスを回収すれば事件は解決するんだ。あなたに頼みがあります。ラビリスの回収に力を貸してくれませんか？彼女は、姉さんは今とても苦しんでいるはず。わかった。急がないと手遅れになる。前評判通りの結果となりました。事件の引き金はラビリス、そしてその中心にはあの偽物がいる。事件の輪郭が見えてきた。会場は興奮状態だ。ラッキーセブンの7回戦、勝利という名の幸運をつかむのは果たして。この道は譲ってもらう。何としても。それは俺も同じです。この上に立つ爆命を背負った女、霧城リス、ここに降り去る。すさまじい攻撃だ。平気なのか。もっと強くな天然攻撃だ。やる。コース作戦、逆転の一撃となるかしら。こっちの一撃のヒント。この顔に反して圧倒しています。顔の追い上げを見せる。この勢いに勝利してしまうのか。強い攻撃がヒット。落ち着け。両者の差はわずか。さあ調子に乗ってきたか。動きは良かった。リセ先輩、間に合ったみたいだな。そして君がラビリスだな。そうみたいやね。対シャドウ特別制圧兵装五式ラビリス。ふふ、仰々しい名前。いろいろ思い出してしもた。うちのこと知ってるん？アイギス、君の姉妹だという相手に聞いたんだ。さ、一緒に戻ろう。後継機？そうか、うちを壊しに来たんやな。
違う、俺は君を。いやいや、うちは戻らん。どうしても連れ戻す言うなら覚悟し。危ない先輩。ラウンド1ファイト。うざへんでほんま。止められたか。よくぞここまで勝ち残ったくば。ユウこそ男の中の男だくば。いつまでその格好でいるつもりだ。いい加減に正体を現せ。我は影、真の我。なんでうちに。ナビリスの二人、これって。私はあなた。番組楽しんでくれた？あなたの望み通りにやってあげたわ。みんなお互いがおかしくなった幻を見て泣き。ちゃう！うちはこんなん望んでない。普通に学校通ってるような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会ってわけよね。そんなんちゃう。仲間同士をガチで争わせれば自分の苦しみを理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたかったんでしょ。違う、うちは。けど無駄だった。結局一人ぼっち。いいの、ここからは私がやってあげる。やるって何よ。決まってんじゃない、皆殺しよ。昔のあんたみたいにね。やめて。違う、うちはラビリス。昔の過去に何かあったのか。ダメだ、今目を背けちゃいけない。あんたなんか、うちやない。力がみなぎる。
それはラビリス自身のシャドウ、心の中の認めたくないもう一人の自分だ。もう一人のうち。君は人間と同じなんだな。大丈夫だ、ちゃんと認めてくれる人はいる。ごめんな、ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。うん、あんたはうちなんやね。これで一件落着だね。みんなも無事みたいだし、先輩なら絶対やってくれると思ってた。じゃあ戻ろうか、みんなのところ。ラビリスも。え？うちも一緒に行ってええの？もちろん、苦しい時を一緒に乗り越えた。俺たちも友達だ。ラビリス。この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りしました。